こんにちは。今日はですね、ゲーム実況ではなくて商品の開封動画を撮っていきます。イエーイ。なるべく編集でここに顔はめたいので、なるべく顔を動かさずにやっていきます。まずはですね、ポケモンキッズ現代な編です。これランダムじゃなくてちゃんとキャラが見えるのでね、一番欲しかったガラポニを買いました。全12種類あって、見えるかな、エースバーン、ルカリオ、パチンキ、ラビフット、ジメレオン、カモネギ、サンダ、ヘラクロス、ザシアン、ザマゼント、ゲンダイン。結構スーパーで見るとガラポニ人気でした。開けてみます。色がね、可愛いんですよ、ゆめかわで。おう、キャー、かわいい。色が思ったより鮮やかですね。ほら、見てください、細やかに色が塗ってありますね。続いて、集まれ動物の森カードグミです。後ろに第1弾なんだ、これ第1弾収録キャラクター、全20種あって、それぞれのピンショットのが全20種で、あとビジュアルカードっていう島全体のカードが全7種あります。そのね、ビジュアルカードの中の方に私の推しのハムスケがいるんで、そっちに当たったらいいなって思います。開けてみましょう。いかない、いい匂い、いい匂い。お、まずグミ、梨と葉っぱ、じゃん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 。はい、たぬきちと DIY してる姿、ハムスケ当たんなかった。裏面はこんな感じ。では最後、最近少し流行りつつあるキャラパキの発掘恐竜チョコ、やってみます。ホワイトチョコを残して黒いチョコを削り取れれば勝ちっていうゲームです。裏見てみると種類がいくつかあって、シークレットもあるみたいで、全8種類ですね。当たりのトレイでイニシエの秘宝が必ずもらえる、そんなどんぐりガムシステムに。まずどれだろうな、まず当たるかだよね。いい匂い。お、メインキャラ来ました、ティラノくん。当たれ当たれ。ではキャラパ切っていきましょう。結構単純な形だからいけるんじゃないか。手汗がすごいんで溶けそう。大まかな部分は手でいって、おお、細かい部分は爪楊枝でやろうかなと思ってます。え、超幸先良くない？手ベタベタになる。いける、これいける、いける、くっ、勝て、ベタベタになってきた。トルちゃんもやる？ここね、よしよしよし、大まかな部分いけた。あとは食べよっか。ここね、よし、ここ細かいんだよ。お、いけました。チョコもうまいですね。チョコもうまいんだけど、自分
あんまり甘いものが得意じゃなくて、うわ、超溶けてきた。得意じゃなくて、一つ食べるのちょっと大変。うわぁ！くぅー！やってしまいました。テレビベッタベタやん。以上、開封実況動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。